JR フランソワーズ・ジャージェンスは、オランダ領アンティルキュラ総統、ミレムスタッド出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグのワッハカ・ウォーリアーズ所属。2003年5月22日に、アマチュア FA で、デトロイト・タイガースと契約。2006年開幕前の3月に開催された第1回、WBC のオランダ代表に選出された。 2007年は AA 級エリーシーウルブズで19試合に登板し、防御率3.20、7勝5敗を記録。8月15日にメジャー昇格を果たし、同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。先発として登板したが、7回を投げ込んだ4、失点で初黒星を喫した。この年は7試合に登板し、3勝1敗。 防御率4.70で終えた。2007年10月29日に、エドガー・アーレンテギアとのトレードで、ゴーキース・ヘルナンデスと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2008年は13勝を挙げ、ジオバニー・ソト、ジョー・イー・ボットに次ぐ、新人王で、第3位の得票数を獲得した。2011年には開幕こそで遅れたものの、5連勝で5月の月間 MVP に選出された。また、 リーグ最速で2桁勝利に到達し、オールスターにも選ばれている。2012年11月30日に FA となった。2013年1月24日にボルチモアオリオールズと契約した。しかし、身体検査で異常が見つかり、2月15日にマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ノーフォークタイズで開幕を迎え、5月18日にメジャーに昇格。 同日のタンパベイレーズ戦に登板したが、5回4、失点と結果を残せず、5月21日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した。6月29日にメジャーへ再昇格。同日のニューヨークヤンキース戦で2.1回を投げ、3安打無失点に抑えたが、7月1日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した。7月12日にディフとなり、18日に、 FA となった。二千十三年七月二十四日に、フルス、タイガースとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで七試合に先発登板して一勝四敗、防御率五点四九、二十四脱三振の成績を残した。十一月五日に FA となった。二千十四年五月十九日にシンシナ・ティレッツとマイナー契約を結び、三加のトリプル A 級、 ルイビル・バッツでプレーした。2014年7月2日に、ハロルド・リギンスとのトレードで、コロラド・ロッキーズへ移籍した。7月4日にロッキーズとメジャー契約を結び、同日のロサンゼルス・ドジャース戦に登板したが、4.2回を12、アンダー8失点と打ち込まれ、2度目の登板となった7月9日のサンディエゴ・パドレス戦でも、4.2回で8、アンダー3、失点と結果を残せず、 7月11日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格した。その後メジャーへの昇格がないまま7月21日にリーフとなり23日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ降格した。11月3日にロッキーズとマイナー契約で再契約した。2015年は開幕からトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーしていたが 8月29日に自由契約となった。オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され、20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に選出された。2016年は中華職業棒玉大連盟の統一セブンイレブンライオンズでプレー。 7月31日に対談した。2016年10月18日に日本代表との強化試合のオランダ代表に選出された。2017年1月31日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、3大会ぶり2度目の選出を果たした。2月7日に同年のアメリカ遠征のオランダ代表に選出された。2017年4月4日に ドジャースとマイナー契約を結んだ。6月15日、ドーピング検査で禁止薬物のテストステロンに陽性反応を示したため80試合の出場停止処分を受けた。11月7日に FA となった。2018年3月7日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。シーズン終了後に退団した。2019年12月20日に メキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約したが、新型コロナウイルス感染症の影響でリーグ中止となった。2021年6月8日にオアハカ・ウォーリアーズと契約。ありがとうございます。